じゃあ次スネア編いきまーす。よいしょ。スネアも、4分の1ぐらい入れていきます。外してあげて、裏はスナッキーがあるので取ってあげるんだけど、ちょっと今日はしょります。スナッキーはよいしょ、スナッキーを貼るときは光るな、ここの距離とここの距離が同じで、スナッキーが真ん中に来るように貼ってあげるといい感じで、裏もまあ均等に貼ってあげて、スネアの場合は、裏のヘッドの貼り具合がすごい重要で、軽い明るいサウンドでスナッピーがよく効いたパーンっていう音にしたかったら、結構張り目でもわからないかな、シワがほとんど寄らない感じ、結構硬い目で貼っても大丈夫、パンパンに貼ってください。まあ僕の好みかな、で裏を貼ってあげる。裏このまた表元に戻します。僕はジャック・ディジョネットっていうジャズドラマーの人がいて、そのセットが好きなのでいつもそれ貼ってます。よいしょよいしょ、これ取ろうか、よいしょ、シールないので、適当にいいかな。でシューッと締めていきます。ほんでなんとなく締まったら、ここのなんとなく締まってきたら、ここの隙間がまずなくなるまで、締めすぎない程度に締めます。
止まるかな、力入れすぎずに回るとこまで回していって力も回していって、今こうまだシワが寄る感じで、こっから締めていきます。シワが寄ってるところからだんだん締めていって全体なんとなく締めていきます。出来上がり。